皆さんこんばんは、高崎みのるのファイントーク、メインパーソナリティの高崎みのるです。そして皆さんこんばんは、おばんです。東北を中心に活動しています、声優舞台俳優の兵藤かなたです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は毎回ゲストの方をお呼びし、私高崎と兵藤と一緒にファインなトークをお送りする番組ですが、今回は緊急企画、今後のファイントークを考えようと題して、高崎と兵藤がこれからやっていきたいことを考えるプレゼン会にしたいと思います。これからやっていきたいこと、そうですね。おー、楽しみですね。じゃあいろいろ考えてきました？考えてきましたよ。おーもう最初の方はもう入念に大丈夫だな、合ってるなっていう風に書いてたんですけども、なんか途中からもうなんか頭に思い浮かんだものとりあえず書いてみてってやって、次の日起きたら俺は何を書いてるんだっていうのがあったんですけどね。書いたってことは、じゃあ手書きでメモですか？いや、あのスマホのメモで書きました。あ、スマホのメモで書きました。あ、そうそうだよね。今ね、そう言いますよね。僕現代っ子ですから。現代っ子ですもんね。そうですね。そんな現代っ子の僕、あのこの前あのパソコンがあの壊れてしまいまして、はい。え？壊れた？はい。まあ正確には使えなくなったっていうんですかね。え？パソコン使えなくなったっていうと？あのログインができなくなりました。どういうことですか？本当どういうことなんでしょうね。 ある日パソコン開いたら、はい、ログインできませんって画面になってて、だっていつも使って、だってあれですよね、あの YouTube やってて、はい、もう商売道具じゃないですか。商売道具は急にあなた入っちゃダメっていう風に言ってきちゃって。なんでですか？でも仕方ないから新しいパソコン購入して。え、買っちゃったんですか？はい、買っちゃいました。パソコンを、パソコン買って新しいチャンネルも作りました。じゃあアカウント、あの YouTube のアカウントも変わっちゃった？はい、今浮遊してます。あらあの YouTube 上に今浮遊してますね。あれなんてこったじゃあ前のパソコンはその壊れたって言っても、そのなんかこう割れたとかじゃなくて、物は綺麗だけど使えないってこと？そうなんですよ。で新しいのを買っちゃった買っちゃったかもうこうした方が早いなって判断しちゃったんで。まあ確かに間違ってはいないですね。もう全部解決ですからね。そうですよ、もう、まあ、一旦全部直そうって言ってってことはお家に今パソコンが2台あるってことですか？はい。おお。使えるパソコンと使えないパソコンと。まあでもそしたらね、あのその前のその使えないっていうか入れなくなったパソコンがいつか復活したら、まあ、2台持ちでね、またいろいろできること増えるんじゃないですかね、はい、うん、まあ自宅用、外出用みたいな保存用、実用、鑑賞用みたいなパソコン鑑賞用って何、 YouTube でも見るんですか？じゃ見れないじゃないですかあ、そっかまず意外な一面ですね。もう実は僕結構な機械音痴でして意外ですね、 YouTuber なのに。はい、ま、よく言われます。よく言われるんですね。はい、そんな機械音痴がお送りする高崎みのるのファイントーク、スタートです。この曲懐かしいな。高校の時の学園祭でギター弾いたんだよな。へえ、バンドなんかやってたんだ、初耳。まあね、今度同期の結婚式で何か歌ってって言われてるんだ、その時ギター弾いてよ。無理無理、バンドやってたのはもう10年以上も前の話だから。ギターも今じゃ家のオブジェになってるし、練習しても間に合わないよ。いや、今からでも遅くないよ。え、ウィンズ音楽教室ならその人のレベルや目的に合わせたマンツーマンレッスンで丁寧に指導してくれるし、仕事帰りや休日に合わせてレッスンを組んだり、オンラインのリモートレッスンも OK なんだよ。間に合うかも。聞く側から聞かせる側へ、見る側から見せる側へ、無料体験レッスンもやってるよ。ウィンズ音楽教室で検索。改めましてこんばんは。こんばんは。今回高崎みのるのファイントークは、私高崎と兵藤がのやりたいことを考えるプレゼン企画となっております。そうですね、ラジオでこれからやっていきたい企画なんですけども、はい、じゃあまずはじめに私いいですか？はい、よろしくお願いします。あ、じゃあ早速いきますね。はい、私兵藤が考える、ラジオ企画、はい、何個かあるんですけども、じゃあ一つ目が、題して僕が考えた最強の〇〇っていう企画なんですけども、うん、はい、これ何かっていう と、まずお題を何か決めます。で、そのお題に沿った自分の考えるその最強のお題のものっていうのをお互い発表し合うっていう企画です。
あ、乗り物だったりとかの、あ、そうです、僕が考えた最強の乗り物とか、僕が考えた最強の食べ物とか、あ、ちょっとその、なんだろう、大雑把なくくりをお題はなんか誰かこう、そうですね、できたら視聴者の方とかからね、もらえたら嬉しいなってこう今願望ですね。僕が考えた最強のあのハーゲンダッツみたいな、いや人としかねえじゃないかみたいなそれはまた別物ですねまあアイスとかですね。ああそこそこ、そこでくくればいいのか。でまあ例えばそのまあなんだろう、そうだ、じゃあ寒い季節なんで、兵道の考えた最強のこたつ。こたつか、こたつ、私の考えた最強のこたつは、中に入っている人が移動すると自動でついてくるこたつ。あ、もう出られないじゃん気づきました。そうじゃん、出られないじゃんこれあのですね、皆さん こたつに入った時に、あの一度はあると思うんですけども、こたつに入ってぬくぬくっとしてるのに扉がちょっとだけ開いてて隙間風寒ってことありますよね。もうしょっちゅうあります。でこのこたつはついてくるので、そのあーちょっと出たくないなーが解消されるんですよ。もう段が抜けないわけか。そうです、つまり扉を閉めに行く人についてくるんです。あー、こたつから出ずに扉を閉められるんです。確かにな、これがもしあの普通のこたつだったら、もう誰か開けてきてってお前が一番近いじゃん、じゃんけんだとかって言ってやりますもんね。そう、喧嘩になるやつですよ。その喧嘩も起きません。なるほどね。でこれにもう最強であるために必要な機能として私が思うのは、うん、その天板、あの上の台の部分に扉、あ、倉庫っていうか蓋がついてて、はい、中にみかんが収納できる。やっぱおこたといえばみかんですからね。でしょう。でもう一個ついてて、はい、そっちを開けるとアイスが入る。アイスがある。だから暖房も兼ねてるのに冷凍庫機能もついた移動するこたつ。いやわかるわ。なんかあのね、これこれ東北というか、あのもう多分全人類そうだと思うんですけど特に東北の人たちって、あの寒い日ほどアイス食いたくなるんですよ。でしょう。特に雪見大福とかた分かっちゃうんだよなそう、こたつでみかん、こたつでアイスって、もう、 もう、ね、冬のルーティンですよ。それはもう最強じゃないですかっていう、それが兵道の考える最強のこたつです。もうこれ結論出てるじゃんもうというのをお互いにこうテーマに沿って出し合っていくっていうのが、いいんじゃないかなっていう企画一つ目でした。これいいですね。採用ですかねこれも採用でいいでしょう。だってなんならだってこれもう回を重ねるたびに、まあ別の議題出せるわけだから、その議題の数かける無限なわけでも。まあそうですね、まあ、それをどうやって募集していくかとかもあるんですけどもですね。っていうのと、あともう一つ、二つ目なんですけども、はい、もう一つがそのさっき言ったリスナーの方からお題を募集してっていうのをちょっとやりたくて、はい、でお題を募集して、今度はなんかこう大喜利みたいな、ちょっと何とも言えないですけど、何かこうもしも〇〇だったらとか、そういったお題をもらってそれに我々が答えていくっていうコーナーをやりたいなと。あ、確かに。ちょっと題してって思いつかないんですけど、漠然とちょっとそういうのやりたいなって。でこう大喜利みたいにこう笑いを、まあ、もしかしたら取らなくてもいいかもしれない、質問コーナーのような、そういったのがなんかこうできたらなと思っていて、うん、でそのお題をこうやっぱ欲しいじゃないですか、こう聞いてる皆さんから。確かにそうですよね、僕と兵道さんだけですから。でしょう。だって我々こうね2人で喋ってて、こうでもこう聞いてくださる方いっぱいいると思うので、はい、ぜひそのリスナーの方ともつながりたいなと思ったので、うん、これも、願望ですけども、この高崎実のファイントークのツイッターを作りたいなと思いまして。確かに今まではあのウィンズのはいはい、あのツイッターのアカウントで毎回のリツイートしてます。そうですね。なのでもう完全にこの番組のアカウントを作って、でそこからそのお題とかそういった番組の感想だったり、こういろんなものをこうもらえるような何かができたらいいなと、願望を持ってきました。はい確かにな、ツイッターとかだったらあの普通になんかメールアドレスでこういうネタを出しますよっていうのも
やりやすいですもんね、ツイッターの方が。ですよね、やっぱこう気軽にこうできるんじゃないかなと思って、なので、はい、ツイッター作りたいです、ね、これあの放送終わった後にあのツイッターのアカウントもしかしたらできてるかもしれませんので、だといいな次回までに作れたらいいんですけどねはい、それではここで1曲をお送りしたいと思います。聴いていただく曲はステレオポニーで月明かりの道しるべ。この曲なんですけども、ちょっと寒くなってきて月が綺麗な季節になったなと思ったんですけども、そんな時に、月と言ったらって考えた時に浮かんだ曲です。では聴いてください、どうぞ。ただいまお送りした曲はステレオポニーで月明かりの道しるべでした。高崎みのるのファイントーク企画プレゼン大会後半戦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕もあの今回たくさん持ってきたので、ちょっとあのその中からはいはいちょっとあの紹介していきたいと思います。え、何個持ってきたんですか？今回あの7個持ってきました。7個はい、ちょっと先にバーっていっちゃいたいと思います。はい、この声真似何パーセントっていう企画と、一つ目はい、英語禁止フリートーク、はい、あの日の後悔懺悔したい、ほう、この言葉の略称造語を考えてみよう、ほう、短縮言葉をリズムに乗って元の言葉にしよう、ほう、実はこの言葉方言だった、ほう、耳にイヤホンして曲を爆音で鳴らしながら別の曲を歌うと絶対に音外れてしまうもう最後の気になりすぎるんですけどちょっとあの YouTuber のなんか企画っぽくちょっと言ってみたんですけどもじゃあちょっと1個目から、はい、説明を、まあ、まずあの僕らって役者じゃないですか、はい、あ、1個目、まあ、何でしたっけ、あの声真似何パーセントっていう、はいはいはい、まあ、声真似をする上で、まあ、似てるのはまあ当然じゃないですか、まあこういう真似ですからねこのキャラクターは何の声真似でしょうかっていうふうに当ててもらうという、難しそう難しい上に、まあ、ちょっとあの役者としての技量も試されるという、なるほど、まあ声遊びですね、なるほどね。で、英語禁止フリートークはの、はい、トークテーマ、まあ、議題を決めて3分間、まあ、そのトークをするんですけども、うん、3回、まあ、お互い、まあ、各プレイヤーが3回英語を言ってしまったらその時点でそのトークの議題は終了となります。なるほど、まあ、やっぱりあのその方が緊張感もあるかなと思って。じゃあ今の会話だけでもう2アウトってことですね。その通り、アウトもダメですねそう、アウトもダメ、はい、もう3アウト、なるほど、ゲッツーですね、もうアウトしか出てないですよ今、はい、で、あの日の後悔懺悔したいというのは、まあ、誰しもあの生活してるちょっとあの後悔することあると思うんですけども、はい、まあ、ちょっとそれをこう、まあ、その後悔と言いますか後悔後悔、はい、後悔後悔、まあ、ハンターハンターみたいな後悔後悔をする、はい、なるほど。でなおかつこれあの視聴者からもあの私はこういうことをしました、恥ずかしい人生を生きてきましたみたいなの懺悔を募集して、はい、ラジオで紹介する、はい、僕だったらこうしたかなっていうあの話とかできるんじゃないかなと思って、なるほど、けじめをつけるためにも、はい、であとこの言葉の略称造語を考えてみようっていうのはあの近年、まあ、了解しましたをりで略したりとかありますねとりあえずまあを鳥まで略したりとかしてる人もいるので、はい、まあ、この高崎みのるのファイントークで、まあ、それっぽいなんかその造語をちょっと作ってみようと、作る側ですね、はい、あなるほど、ファイントークをファークで略したりとかね、ファーファークファークなるほどね、はい、であと短縮言葉をリズムに乗って元の言葉にしようっていうのがあの、ほう、あのなんだろうな、とリモコン、リモートコントローラーっていう風に、あーなるほどね、山手線ゲームにちょっと近い感じかな、あの略してるのを元の言葉に戻し、はい、はいはい、であと実はこの言葉方言だったみたいな、おお、これあの東北勢の僕たちならよくわかると思うんですよ刺さる、おはよう靴下が通らないときはもう驚きましたね。いや、おはよう靴下方言とまた違うくないですかあれ方言じゃないんですかね。ちなみにうちではあの穴開くとこんにちはしてるって言ってました。こんにちは、こんにちは寒いでこれもあの視聴者からあの大阪ではこういうことをうんたらかんたらと言います、東海の方ではあの自転車のことを蹴ったって言いますとかって言いながらね、ほう、実際のこと蹴ったって言うんですよ。多分東北勢特にありますよね、いろいろね、あると思いますよ。ちょっとそれ楽しみだ。あと耳にイヤホンして曲を爆音で鳴らしながらの別の曲歌うと絶対に音外れてしまうっていう、それ気になるんですけど何ですか。まあ、最初まあ普通にアカペラで歌って、
で次にあの耳で全く別の違う曲を流して、そのさっきと同じ曲を歌うんですよ。あーなるほど、ね、釣られないようにしないといけないですじゃあこうなんかカエルの歌がみたいなのを歌うけど、はい、あの耳ではこうドレミの歌流れたりとかあーで、あのちゃんと正しく歌えるかどうか、はい、難しいっていうのがあの今回僕が持ってきた企画7種ですね。7種、はい、すごいですね。まあ、この中からなんとか、まあ、最低でも3個くらい通ればいいかなと思っています。なるほど、なんとか通ればいいな楽しみですね、はい。それではここで2曲目の紹介に入りたいと思います。次にお送りするのはペギーズで君のせいです。どうぞ。ただいまお送りした曲はペギーズで君のせいでした。今度の歓迎会超憂鬱。どうしたの？全員カラオケ1曲歌わないといけないんだよね。何を歌うか決めてるの？私実は人前で話すのも苦手だからカラオケなんかほとんど行ったことないの。じゃあいつも歌ってる得意な曲なんてないってこと？うん、もう歓迎会欠席しようかな。いや、今からでも遅くないよ。え？ウィンズ音楽教室ならその人のレベルや目的に合わせたマンツーマンレッスンで丁寧に指導してくれるし、仕事帰りや休日に合わせてレッスンを組んだり、オンラインのリモートレッスンも OK なんだよ。間に合うかも。聞く側から聞かせる側へ、見る側から見せる側へ、無料体験レッスンもやってます。ウィンズ音楽教室で検索。さて名残惜しいのですが、高崎みのるのファイントーク終了の時間がやってきました。いっぱい話しましたね。ですね、結構笑いましたねでもこの中からね、なんかあのこう固定のこう 毎月テーマを募集してみたいな、そんな企画ができたらいいなって、うん、思ってるんですけど、でもあれ口頭でやっぱアドレス言われると難しいですよね。そうですよね、あれ最初の頭文字なんだっけみたいなだからね、やっぱりこうツイッターとかそういう、こう気軽なツールがあるといいですよね。ですね、あの僕らのツイッターのアカウントの方でもあの随時あのリツイートしていきますので、なんかすごくあのツイッターアカウント欲しいよって言ってる2人みたいなそしてあわよくばフォロワー増えねえかなってもう欲望丸出しじゃないですか今日今日はもう貪欲でしたねだからね、次回までにね、何かこう次のこう新しいことできたらいいですよね。はい、でこれまた次回ね、果たしてゲストが来るのか、はい、それともあの面白い企画があの出てくるのか、楽しみですね。僕らも今から楽しみです。MC は私高崎みのると兵藤かなたでした。次回の放送もお楽しみに。この番組は聞く側から聞かせる側へ、見る側から見せる側へ、ウィンズ音楽教室の提供でお送りしました。